はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回も、3本目ですね。まだ1日、まだ、休館日、終わっておりません。休館日ということです。今回飲むのは、アサヒのドライゼロ、ノンアルコール。まあ、こちら、以前飲んだ、だけど、また飲んでみようという話ですね。売上ナンバーワン、クリーミーな泡。カロリーゼロ、糖類ゼロ。ということです。まあ、こちらすごいうまいんですよね。もう先に言っちゃうけどね。これすげえうめいんだよ。うん。ビールっぽい、ビール系列のそのノンアルコールビール、てかノンアルコールビールですね。に至っては一番うまいと。原材料名が、食物繊維と大豆ペプチドとホップと、香料と酸味料とカラメル色素と酸化防止剤と甘味料です。これね、一番うまいと思う。最初から言っとくけど。これのね、完成度はね、結構ある。結構な完成度。っていうよりは、他の、アルコールテイスト飲料の出来が悪すぎるっていうか、酸っぱい。なんか酸味、なんかすげえ酸っぱいんだよ、なんか。ということでね、今日は、休館日なんで、廃館日ではありませんので、いや違う、休廃日ではありませんので、タバコは吸います。今日新たに買ってきました、ホープをね、まあ、タバコレビューとは、まあ、あれなんだけどさ。タバコレビューはもう別にしなくてもいい。しなくてもいいっていうこともないんだけど。まあ。ね、まあ、ホープはあれですよ。初めてフィルターがついたタバコです。関係ない。それでは、乾杯。ああ。これね、何に近いかって、言うと、ホッピーに実に近いんですよ。これ、ホッピーって知ってますか？まあ、うん。まあ、いわゆる、ビールテイスト飲料的なやつなんだけど。ただ厳密に言うとアルコール度数 0.8% なんで、入ってるんで、まあノンアルコールではないっていう感じなんですけど、そのホッピーに非常に近い。だからこのドライゼロに焼酎を入れて飲めばホッピーそっくりになるんじゃないかっていう。というね、考えを今持ちまして、今度試してみよう。今度試してみよう。うん、ただね、アルコールテイスト飲料って、アルコールテイスト飲料じゃねえ、ノンアルコールビールってさ、変にちょっと酸味がある。うん。まあ、わかりやすい、例えだと、コーヒーの酸味に似てる。うん、俺、酸味のあるコーヒーは大嫌いなんですけど、まあ、酸味ですね。まあ、簡単に言うと、コーヒーの酸味って一番わかりやすいのは、多分、缶コーヒーの、ブラック、無糖のやつ。ブラックコーヒーの缶コーヒーだと思う。俺一番大、缶コーヒーでもね、一番嫌いなのが、いや、缶コーヒー自体は別にね、まあ、そんなに好きでもないんだけど、
あの、ブラックのね、缶コーヒーがね、すげえまずい。なぜなら酸っぱいか。酸味が強すぎる。まあ、あれに似てる。実に。でも、あの、普通に、あの、家とかでは、あの、基本的にあの、ブラックで飲むんだけど、あの、全然違う味がね。うん。まあ、俺がいつも飲んでるやつは、あの、これとか、この、UCC の、職人の、コーヒーシリーズ。深いコクのスペシャルブレンドってやつですね。まあ、酸味が少なめのやつ。で、コクが高めのやつをいつも飲んでんだけど。まあ、コーヒーの酸味っていうのは非常に苦手で、酸味の強いコーヒーっていうのは、俺は苦手なの。ですよ。なんかすっげえ炭酸飲料飲んでたからすっげえゲップが出るな。で、ドライゼロっていうのはこれ他のあの、アルコールテイスト、あの、じゃねえ、ノンアルコールビールに比べると、あの、明らかにこの酸味がない、ないっていうか、少ない。いや、一応あるんだけど、まあ、そこまで、そんなにまあ、気になるもん、ぐらいのレベルではないんですよね。確かにちょっと気にはなる。ただ、これをね、多分なくせないんじゃないかな。今の、その、ビールメーカーっていうのは、まあ、各社、ノンアルコールビール出してますけど。まあおそらくなくせないんです。なんでか俺は知りません。そこは知らん。けど、まあ、なくせないんだろうね。これをなくしたら多分、まあ、バカ売れだと思うけど。うん。本当の意味で、その、ビールの味に非常に近い、ノンアルコールビールっていうのが、まあ実現できるんだとすれば、やはりネックになってくるのはこの酸味なんでしょうね。うん。もう、あれとかすげえぜ。ノンアルコールビール最初に出したメーカーのサントリーだっけ、あれ。すごいよ、サントリーじゃないの、あの、酸味が。あれね、オールフリーとか、オールフリーだっけ。いや、もう大して変わんねえんだけどさ。どこのメーカーもあの全然変わんねえ。ぶっちゃけ。他のメーカーはね、あの、マジで全然、ひどい。あの、酸っぱい。酸味とかの、あの、レベルを超えた酸っぱさがある。意味がわかる。いう。
俺だったっけな。いや、確かキリンフリーじゃなかった。キリンの。キリンフリー。とにかく酸っぱい。もう、それしかない。何この酸っぱさ。こんな酸っぱさ、お前、ビールにあるか、お前って。でもって苦さもねえよって。苦さもねえよ。ね。なんじゃこりゃ。っていうね、苦くもねえし酸っぱいしって、これなんだこれって。しかもその酸っぱさとかあれ酸っぱいとかの問題で、あれね、結局酸っぱさっつうかね、あれ多分酸味料のせいなんですよ。なんつうかな、独特のあの酸っぱさよね。酸っぱいつうか、酸味料の酸っぱさつうかさ、あの、酸っぱいつうか、その、梅干しみたいに酸っぱいとかのじゃなくて、あの、酸味が強いすぎて、あの、なんじゃこれやって、いうレベルなんですよね。で、もう俺お腹いっぱいになってきたんだけど、もうこれ3缶飲んでもうお腹いっぱいだよ。別の意味で吐きそう。別の意味で吐きそうだこれ。ノンアルコールビールって結局どれがうまいの？10選個人的ランキングということで、そちらがですね。ああ、そう、これ。アサヒドライゼロブラックって俺前飲んだっけ？忘れちゃったな。案外美味しかった気すんねんけど。こちらに、流行る1位だったのが、サントリーオールフリーのスパークリングホップ。これ見たことね。限定発売か。で、第2位、アサヒドライゼロ。やはりね。うん。感想文が、マジでこれだけ、このドライゼロだけがビールテイストを名乗っていいと思う。それぐらい完成度の高い商品。となってますね。うん。これはね、本当に美味しい。いや、美味しいってことはないんだよ。確かに。いや、美味しくはないんだよ。簡単に言うと美味しくはない。ただ、ノンアルコールビールで一番マシっていうレベル。マシですって。いう感じですね。まあ、この味に非常に似てる、逆に言うと、あの、第3のビールとかのレベルだと、あるんだけど、あるはあるんだよね。まあ、でも、まあ、これだけは、あの、別な意味で、あの、飲めるっていう、レベル。あ、これだけは飲めるわって。まあ別にうまくはないけど、まずくもないし、まあ飲めますっていうレベルを名乗って、うん、まあ、ビールテイスト系だったらこれが一番うまいくはないんだけど、まあ別にまずくはない。他のやつだと大体まずい。大体っていうか、まあ決まり、揃いも揃ってまずい。のしかない。です。
もう腹いっぱい吐きそう。もうのめん。もうのめん。ということで、確かね、ドライブラック、ドライゼロのブラック、黒ビール、のやつが、そうそう、プレミアムフリー、札幌から出してる、ノンアルコールテイスト、ノンアルコールビールのやつと、確か俺前飲み比べたんだけど、いやでも案外美味しかった気がするね。この黒ビールテイストです、ね。黒ビール、ビールのノンアルコール。案外美味しかった気はするんですよ。うん。なんかうまい具合にその酸味がね、黒ビールの酸味と調和して、あ、いい感じにその雰囲気として黒ビール感が出てるっていう感じかな。コク、まあ、コク。甘みは一切ないでしょ。苦いっていう意味でも甘み、香りが、これはまあ安定のまあ三つ星ぐらいでいいでしょう。まあでもノンアルコールだと四つ星にしとこうか。ノンアルだったら四つ星ですね。4234です。ご視聴ありがとうございました。